はい、戦国武将紀行、大村義昭公。この方は他でも話しますけど、キリシタンなんですよね。で、まあ、父も有名な大村純忠、同じくキリシタンというか、父親の影響でキリシタンになったんですけど、長男でしたから、まあ、当然、家督を継ぐ立場でありましたし、この大村の、歴史をですね、守らなければいけないと。まあ、先祖代々ですね、かなり長く続く家柄ですから、まして幕末までね、先ほど大村純広公最後の藩主の銅像を見てきましたけども、名門家ですのでね、間違いは許されないということなんですが、まあ、この方生まれが1560年後半ぐらいですから、まあ、戦国時代としてはですね、まあ、中期から後期にかけての生まれということで、まあ、九州もですね、やっぱり歴代代々島津にしてもお供にしても商人にしてもですね、鎌倉以来の武家武将っていうのが結構多いんですよ。菊池氏にしてもですね、まあ、菊池氏はちょっと歴史が長いですけど、まあ、そういったちょっと九州の群雄割拠じゃないですけど、そういう中のですね、まあ、一族であったと。例えば有馬氏の島、昨日言っていましたけど、昨日島原半島ですね、島原に拠点を置いている日之江城とか有馬氏、まあ、あちらもキリシタン大名ですけど、あとこちらの、まあ、大村の方でですね、勢力を当てた大村氏と。ですから有馬氏と、まあ、ちなみにこの方の奥さんが有馬氏の娘ですよね、吉住子ですね、の娘ですよね。だから有馬または大村とか、こういう中間地区にいる人たちっていうのは、まあ、肥前の国なんで、基本的に島原も大村も、まあ、小西改めというか、その後に発展した竜蔵寺、まあ、後の鍋島ですけど、その竜蔵寺の勢力下には、なってたわけですけども、まあ、やっぱりそれぞれ独立した領主ですからね、まあ、一応名目上は従っていて、まあ、場合によっては人質とかですね、そういうふうなふうになってもお家を守りたいということだったんですけど、やっぱり戦国時代で下克上じゃないですけど、やっぱり強いものに、巻かれていくと。だから最終的には島津の攻撃を受けることになっていく肥前の国なんですけど、まあ、昨日行きましたけどね、その大主であったなんと当主の高信公が戦死してしまうというとんでもない事態になってしまって、まああれですよ、竜蔵寺の家もごった返したでしょうけど、それに従ってた中小大名がどうするかと、島津につくか、それとも竜蔵寺を盛り返すか迷うわけですよ。まあ、大友にしてもそうですよね。大友はもう大友自体が崩れてしまったんで、まあ、ちょっと海の反対側で東九州側になりますけどね、こちら西九州といってもですね、まあ、大友の勢力が安定している時はやっぱり脅威ではあったわけですよ。まあ、ただ竜蔵寺っていう壁があったんで、まあ、島津がね、まだ来る前ですから、なんとか守っていたという状況ですけども、まあ、それに島津も結局は秀吉にはかなわなくてですね、九州征伐っていうのはイコール島津征伐ですから、まあ、島津を潰してしまえば、まあ、九州はまあ豊臣のものだと、まあ、そのぐらいの勢いで一気に来たわけですよ。まあ、ただ九州征伐の時はですね、やっぱり秀吉にはやっぱりかなわないっていうのはやっぱり分かっていて、まあ、純忠公もいたんですけども、まあ、結局陣頭に立ったのはですね、この義昭公なんですよね。義昭公はまあそれによってですね、まあ、豊臣の覚えも良くて、まあ、秀吉っていう人のね、やっぱり力量っていうか、気に入られるとすごい出世、石田三成じゃないですけど、気に入られないとちょっと遠ざけられてしまうっていうのがちょっと結構はっきりしてる方だったんで、まあ、この方はまあどちらかというと気に入られるっていうか、まあ、いい方だったわけですよ。まあ、それで、まあ、松浦家のね、嫡子、重信公の嫡子の久信公のですね、妹を嫁がせたり、結局周りと勢力、中小大名は中小大名で、まあ、勢力を保つためにですね、婚姻関係を作ったりしていたわけですよ。もちろん代々身請けともですね、婚姻関係があれば、もしくは持てば有馬晴信の晴は将軍吉原の晴ですけど、兵庫の将軍家と通じていればですね、もっといい、いいことになって、だから将軍はその後の少し後ですけど、義昭の将軍も自分の名前を売ってましたからね、変な話ね。まあ、吉原公も、まあ、ある意味多少そういうのありますけど、要するに将軍吉原、13代、14代、義輝、その輝とか春っていう名前がついてる人たちっていうのは、
やっぱり京都のですね、室町幕府っていう旧体制であって、もう、1467年以来ですね、応仁の乱をもう荒れに荒れていたんですけど、権力はほとんどなかったんですけど、やっぱりその名前でですね、晴信とか照宗とか照元とかつくと、やっぱり格がつくわけですよ、なんかね。そのために金品を送ったり、とにかく在地でここの地を守るにしても、いろいろそういうことを画策していかないと、守れないわけですよ。ですからいくらですね、勢力を持ってる、大大名でもそういう危機に陥ることはあるんですが、まして中小大名となると、極高でいうと、あとでそうですね、大体10万石以下の大名たちっていうのは、なかなか所領もそんなに大きくないですし、避ける軍勢もそんなに多くないですから、この大村氏もやっぱりそういう方たちだったんですよね。もういきなり竜蔵寺高信と戦うわけにもいきませんし、そうかといって大友と手を握るわけにもいきませんし、なかなか難しいんですよ。ただその難しい時期をこの義昭公はうまく切り抜けて、徳川の時代、幕末まで続いたと。秀吉の軍門に下りってあるんですけど、そうなんですけど、九州征伐の仕置きにおいてですね、秀吉が領地を認めたってことは、丘陵安堵ってやつですよね。ってことは、秀吉からしたら家臣扱いですけど、家臣になるんだったら本領は認めてやるよと、島津でさえそうだったわけですから、要するにもう戦乱は起こすなと、太平の世でもう俺が全国を統一してやるからと、秀吉がそんな感じだったんでしょうね。だからもう勝ちは見えてたわけですよ。そしてもう九州よりもその後のことを考えてて、要するに関東ですよね、関東の北条、格好立てみたいな、もうそっちに目がいってたんで、それを制覇すればそれこそ全国統一っていう、その破業ですよ、異様ですよね。もう信長公も、あの当時の天下というのは、その五旗、つまり京都とか大阪の周辺のことを天下って言ってましたけど、全国統一となると、これは大変ですよね。室町幕府でさえ、ようやく南北朝合一で足利義満が、一応名目上というか形の上では全国統一を果たしたんですけど、それ以来ということになりますから、すごいことなんですよ、秀吉がやったことは。だからそっちのことがあるんで、その中小大名が一人や二人下がったところで、もうどうでもいいわけですよ。もう対局しか見てないんで、でもう江戸をどうする、江戸って言わないな、当時は小田原ですけど、北条をどうするかと、そっちのことばっかりだったんで、九州なんていうのはもうその前哨戦に過ぎなかったわけですよね。もう下ると勝つって分かってたわけですから。で、島津がたとえ本気を出したとしても、島津が最大兵力を集めても5万とか、6万も無理だと思うんですよ。で、秀吉の軍っていうのは20万とか、30はちょっと大げさですけど、20万は、来たわけですよ。で、それこそ西日本の大名を全部敵に回したようなもんですから、それは確かに鬼島津、剛、島津がね、最強軍団とは言っても、それはちょっと無理ですよ。だから当初は頭丸めちゃいましたからね。で、秀吉の、それこそ秀吉の軍門に下りっていうのは島津のことですよね。いずれにしても大村氏もですね、その後生きながらえて立派をして、この義昭公がですね、この大村藩って呼ばれましたけど、串間城を中心とした城下町を形成して、今日のですね、大村市、また近郊の、海の海運なんかも含めてね、その町の基礎を作ったと、そういうことに尽力された方と、町の発展、今日の大村の発展に尽力された、最初の藩主で武将であったということが言えると思うんですよね。だから少し後の時代になれば名君って感じですよ。城下町だね、ただ戦いに勝つとかそういうことだけじゃなくて、戦略も十分だったんで生き残れたっていうのもありますよね。下手したら潰されてたかもしれませんからね、竜蔵寺、または大村、ちょっと時間、時が間違えば島津に踏み滅ぼされてたかもしれないと、そんな時代をね、なんとか、乗り切ったとっていう方になりますね、はい。大村義昭公、串間城でした。